こんにちは。今回は大谷翔平が MLB 公式仮投票 MVP1 くらいに43人中30人が1くらいを指名する異常事態に米メディア他を圧倒する支持を得たの話題をお送りします。 MLB 公式は記事の冒頭で2023年シーズンはまだまだ長いですが、5月の第2週に入った時点で各リーグには MVP の有力候補が浮かび上がっていますと述べ、その後早期の MVP 最有力候補は誰でしょうかという見出しで、同公式記者による独自の MVP 投票の結果を記事内で公開しました。43人の記者が投票に参加し、各自が1くらい5位の選手を選んでいます。投票において1位票が5ポイント、5位票が1ポイントとなっています。記事では両リーグの1くらいは他を圧倒する支持を得ましたと紹介されています。ア・リーグで堂々の1くらいを獲得したのはなんと日本のスーパースター大谷翔平選手だったのです。ちなみに1位票は30票も集まりました。2位のワンダーフランコ選手は1位票は3票だったので圧倒的な票数をものにしたのです。実際にこのお話についてあなたはどう思いますか？この話題について日本からたくさんのコメントが寄せられてます。こちらです。規定的にはありえないのは分かっているけど、それくらい規格外な扱いを受けてもいい選手だと思う。どこまでも進化する大谷選手、ずっと健康でシーズンを完走してほしい。逆に今の調子で二刀流やってる限り MVP が決定しすぎてつまらないかも。チームがうまくいけば15勝、防御率が 3.00、 三振ダッシュが100以上、打者でホームランは30本、打率が3割、打点が100打点、盗塁が20。このあたりは不可能ではない数字なので、これだと MVP 間違いなしですね。サイ・ヤング賞とホームラン王、打点王はおまけでついてくる。 WBC でのアロサレーナもすごかったし、日本にとって最強の敵だったけど、大谷はそれ以上。引退した時にはもうこんな人は出ないんだろうなって思って、大谷は日本の宝です。大谷が現役でやっている限り MVP は殿堂入りでどうですか？模擬投票まであるとは知らなかった。いろんな角度から球界を盛り上げるのもいいのだろうけど、配信する側としてメディアの方では大谷ネタに飢えてるようにも感じます。実力でメジャーリーグに認められて、なおかつさらなる成績が望める。人間として愛されて自己管理を徹底してる。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に野球を盛り上げていきましょう。あなたの意見もコメントで教えてくださいね。チャンネル登録もお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。